ん地球上の皆さん、こんにちは。 K-E-M-I-O ケミオでーす。 OK、ということでみんな先週週間は素敵なウィークを過ごせたかでしょうか。ということでケミオはね、最近ね気づいたんだけどね、最近気づいたって言ったら多分ぶっ飛ばされると思うんだけど、ワールドカップちなクソ盛り上がってんね。私も盛り上がる。OK、 ということで今日の動画は何をシェアピするかと言いますと、左を見ても右を見ても特に何もねシェアする内容はないの、正直。ごめんみや。でもね、後ろに何が見えるかわかる？ダブールでーす。一コンボだとみたいな感じで、ということでなんでダンボールが並んでるかと言いますと、まあ率直に言うと家を出ていくことになりました。そんな嫌がらなくてもよくない？ということで私が多分ね、YouTube をね、私の YouTube をもう、私 YouTube 始めて大体1年と半分ぐらい経つのかな。あー早いって感じなんだけど、あーちな、マジで新幹線急に早いね。1年でマジ不要。だってもう7月でしょ。明けおめー。そんな感じで1年半 YouTube やってて、アメリカに引っ越して、で、私の趣味って引っ越しですかってレベルで多分、私の動画を見てる人は、え、ケミオ引っ越ししまくりじゃねみたいな感じになると思うんだけど、それな。それなっていう言葉が存在してくれてよかったよってぐらいの勢いで、それな。一生それな祭り。そうで、そんなこんなで、前回引っ越した時は、まあ、泥棒に入られて、うちの洗濯物をパクられて、で、それで出る羽目になって、新しい家に大体1月ぐらいに引っ越してきて、大体もう7ヶ月とか、6ヶ月ぐらい、わかんない。数学用だからわかんないけど、そんぐらい。住んでるわけよ。その中で、私多分ちょくちょくツイッターとかで1回とか2回とか、インスタの裏垢とかでも1回とか2回とか書いたと思うんだけど、揉めたのよ、いろいろ。これのことで揉めたのちな。あんまりね、うちもね、もう今年でね、23になっちまって。え、うちも23になるんだ。年取るのって怖い。まあ、うちも大人の年齢になってるから、プライバシーのシェアアピはあんまりしすぎると法廷でぶったたかれるって感じだから、あんまり言えないんだけど、まあ、いろいろ揉めたのよ、メイトのルームと。やっぱり、人と住むっていうのは大変ね。大変。この中でルームのシェアしてる人いるかもしれないけど、ルームのシェアってやっぱり大変よ。あのね、家族とね、うちらはお母さんが痛い思いしてお母さんのお腹からポンポコリンしてきて生まれてきたわけだけど、家族と住むのと、なんか、他人というか、まあお友達というか、まあ、血の繋がってない方たちと住むのってやっぱ大変。アメリカってね、本当にね、物価がね、マジで高すぎてね、目玉がマジで2個あっても足りないってぐらい飛び出るぐらいの価格でね、家賃なの。あんまり詳しくは言わないけど、まあ結構今回はひどくて、なんかピーポーピーポーの人が来たりとかもしちゃって、まあ鳥間怖みえみたいになって、もうここにいたら私多分このまま精神的にもうブレイクダウンしちゃうって思ったから、引っ越すことにしました。っていうか引っ越さなきゃいけなくなりました。この中でね、あの DM とか来てる人いると思うの、私のルーメイトから。でもこれからも、もうこれからというかもう無視してよろしく。無視ね、無視。青い空を共に行こうよ、こうよ。で、そんな感じで今荷物をまとめてるわけ。切なくね。私ね、多分やっぱ人間っていうか、うち多分本当にやっぱりいろいろあるね。1年間さ、365日っていうか人生生きてると、生まれた瞬間さ、おきゃーってして、ラッキーラッキーラッキーキーって思ってたのって、3歳まで4歳ぐらいからさ、言葉喋れるようになるからさ、戦ってかなきゃいけないわけよ。で、本当にさ、足引っ張ってくるやつがさ、人生って多くないちな。なんなのって。ちょっとさ、なんかさ、ピョンって出ちゃうとさ、すぐさ、それにさ、レールにぶち戻そうとする感じのさ、攻撃も食らうしさ、ほんと辛すぎて切れそうだけど、きっと私はちな思ったのは、なんかこういうなんか、あーとか、えーとか、おーとかって思う経験って、きっと多分これって棺桶までのレースで生まれた瞬間って、だってさ、ぶっちゃけさ、生まれておっきゃーってなって、おっきくなったね、おっきくなったねって言われるのって12歳とか14歳まででさ、そっからはさ、だんだんさ、え、ちょっと老けたみたいな感じのコールがかかってくるわけ。だからうちはね、感覚的にはね、生まれた瞬間からね、死に向かう棺桶のレースだと思ってんの。で、そこまでのね、棺桶にこうやって寝た瞬間のこの目を、こう閉じる瞬間までの歴史のページを作ってると思ってるの、今。だから、そのページに新しいネタができたから、ちなありがとうって感じにしとく。ありがみ探検隊。私ね、本当にね、今日はね、なんか、具体的な商品、具体的な企画とかなんかそういうのないから、ぶち語りさせていただきたいと思うんだけど、本当にね、20歳超えてからね、いきなりね、なんかいろいろ来るの。本当に。過去を振り返ってみようということで、これね、荷物詰めてる時に見つけたの。多分ね、これね、去年の私、見て。付け込み級がさ、マジでドドンパじゃねってぐらいのレベルでさ、クソ早いんだよね、うち。なんでなんだろう？教えて、てるみえ。うちじゃあごめん、引っ越し趣味じゃないよ。そういう状況になっちゃうの、なんでか知らないけど、いつも。神様に聞きたい。電話番号誰か知ってる？教えて。悲しいこととか、まあ、だるいなって思うこともいっぱいあるけど、多分私なんて世界規模で見たら超幸せな方だし、だってこんな大きいテレビあるんだよ。
やばくない ?2 万円、中古だから。2万でも高えよって。なんか一生懸命ポジティブにつなげようとしてる今回の動画すっげー。でもね、ちな私ね、やっぱりよく言うじゃん、なんかいろんな人がなんか経験とかそういう何か起こることには理由があるって。ほんとそれなって思う。またまたそれなんで出たけど、ほんとそれ。深い話の場ぶっ壊すぐらいでこうってやりた。私にとってはスペースマウンテン。ほんとね、だからね、毎回毎回の経験で学ぶことは本当に多い。なんかうちの脳みそにまたシワ1個というか、もうシワだらけになってる私。もうほら、はい、そんな感じで今日はケミオの人生をシェアピしたということで、まだ荷物詰めなきゃいけないから取りまだれみざわって感じなんだけど、まあ頑張る。今からレッドブルーでも買ってって、とりあえずエナジーチャージして羽とか早かしちゃって日本に帰るから。お片付けしてる時にね、ファンの皆さんからのねお手紙ね、たくさん見つけてね、ちょっとね読んでね止まっちゃった。なんかテスト前とかも片付けとかしたくなるけどさ、あれマジ時間かかるのってさ、止まんだよね。思い出のもの見つけちゃうから、思い出のもの置いとくなよ自分って感じのテンションでさ、本当に思い出のものを置いとく自分って本当嫌い。あれマジ時間取られるからやめてほしい。ほら、どうも初めまして、こんにちは、17歳のジャンです。ケミオのこと毎日だからずっと見てます。ありがみや、ただ面白い人だと思ったけど、考え方だったり生き方だったりしっかり自分を持っててめちゃくちゃ尊敬してるって言うてます。そんなことないよ、ただ偏差値が低いだけ。日本にいるだけでも素晴らしい。ケミオは私の元気の源です。日本生まれ、ありがとう。ゲミオくんは漢字が読めないから振り仮名つける。ゲミオいつも動画見てます、ありがとう、元気もらってるよ、好き。今悩んでることね、まずマイクがうまく書けないことを助けて。マツキヨって知ってる？あ、最近知った豆知識教えてあげる。いっぱい寝るとその次の日視力が良くなるんだって。視力検査してる時教えてもらったの。耳が良くなった。パトカー鳴ってない今、好き。それでね、何が言いたかったっていうと、みんなから本当にね、常にね、私たくさんねもらってる、あの愛をありがとね。そういう環境に感謝感激、涙の滝のリットル級のエリカ。オーケー、ということで、今週の動画見てくれてみんな本当にありがとうね。こんな感じで今日は具体的な知な企画とかなくて、本当にいいって感じでみんな落ち込ましちゃったらごめんね。ちょっとズタタンダンダンダンでズタボロな感じの動画になってちゃったらごめんね。ただね、人生のアップデートをみんなとシャーピしたかっただけの動画だから、まあ、撮りま、見てねって感じ。ということで、よかったらインスタグラムのフォローと、スナップチャットっていうか、まあ、ツイッターのフォローと、チャンネル登録してくれたら好きがこぼれ落ちます。チャンネルももうすぐで1万ミリオンになってしまうということで、もうすぐで、国変えます。買えないか。オッケー、じゃあみんなもいろいろあると思うけど、とりま1週間頑張って、また来週みんなに会える日を楽しみにしてるね。バイバイ、好き、じゃあねー。